ウイニングレブン初代 YouTuber ちゃまでございます。もう9年間活動させていただいておりまして、僕が見てきたウイレの、歴史というのを語らせていただいております。よろしくお願いいたします。今日はですね、まあここ日本で結構もう7年前とか9年前かの話をさせていただいて、まあね、ウイレをやってる人からしたらもう知らない人ばっかりの話をしてたんでと思うんで、今日はまだ現役でトップで活躍しているもう日本ナンバーワン、もう世界に通用する、初めて世界に通用した男、マヤゲカさんの話をしたいと思います。まあマヤゲカさんがね、なぜこんなに、まあ、強い人気になったかっていうところから話をしていきたいんですけど、なんかマヤゲカさんはもともと結構ね、友達とオフラインでやるっていうのがメインで、で大会もね、なんか確かなんだっけな、まあこの間前ツイートかなんかでやられてたと思うんですけど、サッカーキングとかなんか そんな感じのなんかサッカー情報雑誌の全国大会みたいなのには出て、まあ好成績を収めてたはいたんですけど、まあいわゆるウイレ2012とかその辺からネットのコミュニティっていうのがウイニングレブンのプレイヤーの中で出てきたんですけど、その頃はねまだまだいなかったんですよ、そのネットのコミュニティの中に。で実際出てきたのが2015年なんですけど、まあそれまでにね、なんでかしまあオンラインとかやってなかったみたいですよ。2013とか2014は確か、まあどっちかの作品か忘れちゃいましたけど、あまりね好みじゃなかったのでやってなかったと。でプロでもないので一生懸命やってないっていう感じで、で2015ぐらいからまあ入ってきたわけですけど、僕がね最初にマヤゲカさんと出会ったというかマッチングしたのは、あのオンラインのマイクラブのモードなんですね。でまあ僕も YouTube で動画出さなきゃいけないから、何かないかな、ネタになることないかなって思いながら試合をしてて、普通だったら、まあ、この選手が注目されてる、この選手のこういう使い方、面白い使い方見つけましたとか、まあ、強い使い方見つけましたとか、あとはもうめちゃくちゃ変なやつ来たとかね、なんか変な、すげえ変なスカット使ってるやつ来たとか、マナ悪いやつ来たとか、まあ、ちょっと目を引くようなサムネにねできるような、あの動画を撮るっていうのが、撮るっていうかそこをね基準にこれ動画にしようかなとか、うん、やってたんですけど、マヤゲカさんの場合はね、やってて知らなかったんですよ。知らないで普通にマッチングして、でそんなにねレートもそこまでめちゃくちゃ高くなかったんですよ。その時僕とあんま変わらないぐらい、900ぐらいで、2015ですよ。めちゃくちゃうめえこいつって思ったんですよ。この人めちゃくちゃうまいと思って、で初めてじゃないかな、この対戦相手の人のプレーが参考になりますよみたいな感じで、形で動画に出したんですよ。今までだったら俺が見つけたフリーキックこれだよとか、コーナーキックこれだよとか、もしくはなんかワンツーパスこういうのとこ気をつけてねみたいなプレーとか、まあ選手の紹介とかレビューですよねとかあったんですけど、この対戦相手のこれうますぎないみたいな、やばいなこの人っていうので動画に出したのは初めてでしたかな。うん、でもその時もまあでもまあ上手い人いるだろうみたいな、まあいわゆるその時のトッププレイヤーのそのカールちゃんとかサクトさんとか、その辺の人たちの仲間なのか、まあもしくはそうじゃなくても、まあ言ったら野良というかね、一匹狼的に上手い人って活動してるというか、まあ活動してるというかゲームしてる人もいるんだろうなとか思いつつ、でまあそういう人いるんだなみたいな、で動画のネタになったわぐらいの感じで終わってて、でそういう感じでじわじわと対戦した人たちが、この前上げかなんとかって強いぞってなって、でチャマ俺にね結構報告してくるような人が出てきたんですよ。この間チャマくんがこの人うまいぞって動画に出してた人が僕と当たってボコられましたみたいな、やばいですねみたいな、やばいよねつ、でも正直俺はもう洗脳されてたから、まあ言うてカールちゃん、サクトさんとか唐揚げさんとか、あのトッププレイヤーには勝てねえだろみたいな思ってて、でまあでもそういうマヤゲカさんっていう強い人もいるよねみたいな、だから俺 ID もね覚えてなかった正直最初の頃は。でそこ界隈全体がマヤゲカさんをすごいと認める事件があって、それがウィニングレブン2015かな、で岡田ジャパンっていう全国大会の企画
が、まあ、イベントですね行われて、まあ、このここ何年か世界大会につながる、まあ、世界大会の出場権がなかったんですよ日本人は。だから全国大会ももちろんなかったと。あの世界大会に通ずる予選がないわけですから全国大会もないと。で2015で、まあ、コナミもねなんとか日本でイベントやりたいということで岡田監督、リアルのサッカーの岡田監督を招聘してその人の、イベントで岡田ジャパンっていうのを作るわけ。11人選抜して、で、まあ、企画自体はね なんていうかそうなってるか分かんないけど、いわゆるチームプレイっていうさ1対1のサッカーゲームじゃなくて、普通のサッカーゲームは1人で11人を動かして1対1で戦うでしょ。じゃなくてその岡田ジャパンはプログラムじゃなくてチームプレイモードっていうのを使ってて、一人人間一人が選手一人を動かす。俺はずっとサイドバックとか、俺はキーパー、俺はフォワードで、実際のサッカーみたいに11人で動かすみたいな。で11対11っていうのが面白いんですけど、そのイベントはなぜか岡田ジャパン率いる日本のトッププレイヤー11人と去年の世界大会の王者ドイツ人一人みたいな。でサッカーゲームって詳しくやればわかると思うんですけど、誰をその AI の動きとかを攻略するのが結構鍵なので、どんなに上手かろうが11人が独立して動くチームに1人ではやっぱ勝てないんですよね。もっと言ったらだってボール持ってるところに 4,5 人勝手にグッていけますから勝てないと。まあそのイベントはねドイツ人が切れて帰ったんですけど最終的に、まあそういうイベントがあると。で岡田ジャパン11人を選抜するからそのための全国大会をやりますと。でその時の予選の方法がオンラインで、なんか2週間ぐらいかけて、1週間、1ヶ月かな、まあ忘れちゃったけど、あ、2週間だ、2週間でか、16日だ、16日間かけて毎日夕方の何時から何時まで予選しますと。でトーナメントやりますと。でトーナメントの決勝まで残ったら2人が本戦出場で、その1日の決勝まで残った2人、それまた次の日の2人って。でそれでを16日で32人やって、32人でトーナメントで、そこの、まあ、32人の成績を見て11人を岡田さんが選抜するっていうイベントだったんですよ。で、あのオンラインなんで、まあその当時はね e スポーツという言葉もないぐらい、ただのゲームの全国大会ぐらいやったみたいな感じだったんで、まあなんて言うんだろう、やってる本人たちもただただ本当にね、なんかこうプロとしてとかじゃなくてプライド、ただただ自分を試したいみたいな感じでやってて、でそのいわゆるねカールちゃんとかサクソさんとかそういう 仲良しグループが、これアカウント変えたら毎日出れるじゃんっつってで初日優勝して、あ1個出場権ゲットみたいな。で次の日別のアカウントでまた出場権ゲットみたいな。それでね結局そのトップの人たちと一般のプレイヤーのレベルの差が激しすぎて、トップの人たちが毎日違うアカウントで出て全部優勝して出場権取っていっちゃってたので、最終的にねその32の出場権のうち25、6ぐらいはもうそのトップの人たち何人かで取ってたの、7、8人ぐらいで。でだから おかしな話で32人が出れる大会に多分最終的にね多分ね15人ぐらいしか出てなくて、獲得したのは15人で、出場したのは32人。なんかその知り合いとかに配ったんだっていいよもういらないよっつって。でそんな中で俺たち一般の人たちはそれをね聞いて、もうトップの人たちこんな強いんだみたいな、もう絶対1ミリもね岡田ジャパンに入れる可能性なかったじゃんみたいな、勝てねえんだもんこいつらにっつって、でがっかりして、まあその時は別にシステムとかそのトップの人たちがやった行為に対してがっかりし、みんながっかりしたっていうよりは自分の弱さに全然勝てなかった全然勝てなくてがっかりしたっていう感じの空気になってたのみんなが。でそこに眉毛家さんが出てて、自分で勝ち取って出場権で、眉毛家さんはその人たちと仲良くないから自分で勝ち取ってたので、その当時ね空気的にも一般のプレイヤーともうすでにトップであるカールちゃんとかザクちゃん、タクトさんとかあの辺はもうなんかこう壁があると、あそこの輪に入っていくって、なんか友達になりたいじゃんめちゃくちゃうまいから、
でも輪に入っていくのは難しいんだなって。でプラスでもそこに入っていかないとフレマの練習会とかに参加できないから上手くなれない。上手くなっちゃうけどもう新規メンバーみたいな友達みたいな募集してない。募集っていうかなんか変な感じになっちゃう。だからもうあそこに一生追いつけねえんだなと思ってた。その空気があってで大会で出場権全部取られて、うわー勝てねえんだやっぱ俺たちと、こんなにも差があるんだっつって。でうめえやつらはやっぱあそこだけで上手くなってるからレベルが違うんだ。もうちょっと憎たらしいぐらい強い。でそんな中マヤケさんは自分で出て一人で参加して、その時強かったって言われるカールちゃんとかツクトさんとかあのが参加してるトーナメントでもうぶっちぎりで優勝するのよ。かっこええみたいな。俺らねオンラインで初戦マイクラブって思ってたの今までは。マイクラブってまあ選手の能力の差とかもあるし、まあ、オンラインでねいろんな回線環境もあるし、ぶっちゃけレートとか勝率がそのままその人の実力じゃないだろうとか思ってたから、その前明けかさんのをマイクラブで戦って、あ、まあ強いけどそんな大したことないでしょみたいな、トップじゃないでしょみたいな思ってたら、その日本トップの人たちが出るところでぶっち抜けて準優勝、あ、優勝すごいでしょって。でも決勝でインテルさんっていう人、めちゃくちゃうまいんだけど頭おかしいんだけど、頭おかしいうんこみたいな変なコメントしかしないライブ配信にね、インテルさんっていう人がいて、その人をめっちゃ強いのその人、確かねウイで2016かなで開幕100連勝とかしてんの。開幕100連勝して引退します、目標100連勝だったんで引退しますみたいな感じで終わって、かっこええみたいな。俺らが、まあ、四苦八苦してる、何が強いのかなって四苦八苦してる中、もう自分で全部何試合かやって、あ、これも分かったみたいな感じで、これやれば強いわっつって、それをで100連勝、そうインテルさんをボコしてんのよ、すげえ。でインテルさんはたまにもう就職しちゃったんだけど、学生が終わってたまにライブ配信に来ては、お前らまだゲームやってんのかわらわらみたいな、女の子と遊べわらわらみたいな感じで、彼女ができるたびに、そのライブ配信に現れて、お前らまだゲームやってんのかみたいなそんなんだからモテねえんだぞわらわらみたいなコメントしてくるってだけの繰り返すおじさんになってしまったんですけど、まあ、そのインテルさんをボコって、まあ、インテルさんっていうかもう全員ボコって優勝するって、日本一になるって、あの俺らがみんなが強いと思って信じてやまなかった、まあ、実際強かった、あのウイレの猛者軍団たちを一周する強さの前上げかやべえってなって、もう日本のウイレのトップのコアな人たち、そういうカルちゃんとかそういうのを認識してる人たち全員が前上げかやべえってなった。でその後にそのいわゆるさっき話したあのドイツのね王者と戦うイベントがあるんだけど、それはね前上げかさんは仕事でなんかそのイベントの日には出れなかったみたいで、普通にあの、まあ、観覧みたいな感じで見てたのかな、確かなんか遅れちゃギリギリなんか仕事が終わってなんか終わる時間があってギリギリだからイベントには出れないけど会場には来てたみたいな感じだったかな。でその後なんかねみんなでね、俺も見に行ったんだけど、なんかファミレスかなんかで飯を食ったのかな、そこに多分マヤギカさんいたと思うんだけど、でもその時でもまだねちょっと覚えてないというか、そこまでね強いアピールはなかった、その人としてどうもみたいな感じのないから、もともとそういう人だから結構シャイな人だからね。でそれで日本では強いってなって、で世界大会2016かな、2015じゃなくて2016で多分世界大会に出たのかな、マヤゲカさんは2017かもしんない。で今まで世界大会に出た日本人っていうのはマイキーっていう今 FIFA でプロゲーマーやってる人で、あとモモヘイさん、この2人がね一番有名で、この2人ともね日本では圧倒的な強さを誇ってたんだけど、あの世界大会のねグループステージも参加で通過できないみたいな、もう本当にリアルサッカーのワールドカップのどこだっけ、フランスワールドカップかな、1回目日本が出た時ぐらいに1点取ればいいや、やったみたいな、そんなレベルで世界は通用しないんだなって思ってたら、マイカさんがボーンいってベスト4かな、一発目、あれ一発目ベスト4じゃないかな、いっちゃう、もう世界に通用しちゃうみたいな、やばっこいつマジで強えんだみたいななって、
もうみんなが認める選手になった。で、今もずっと強いし、正直 YouTube やってる人いっぱいいるけど、かなわないの、早見さんに。誰もかなわないの。実際、だからあんま強い強いドヤみたいなやつが現れない、ウイレは。だってドヤってカッコつけて、再生数を取ったって眉毛家さんが同じことやったら勝てないわけだから、本物出てきたってなるから、お前みたいな偽物はいらねえんだよってなるからね。そんぐらい強くて、で去年にのレッドブル 5G っていう e フットボール、今最新の e フットボール、まあ、クソゲーって言われてる e フットボールを使った全国大会っていうのがあって、まあ、全国大会っていうか日本一決定戦があって、もちろん予選突破して眉毛家さんは行って、でもう一人レバ君っていう、この人もアジア大会、アジア競技大会っていうオリンピックのアジア大会版みたいなやつがあって、リアルのね、リアルのスポーツ競技とかの中の一つに e スポーツが入ってて、それのウィニングレブンのアジア大会で優勝して金メダルを取った人、さウィニングレブンで唯一金メダルを持ってる人、本物のちゃんとした、その人と東西対決で戦って、その人ボコってんのよ。そんぐらいもう今でも強い、マーケットさん、俺はもう尊敬で、俺がね、一番ね、こう、眉毛家さんっていうのはどういう人かっていうと、こう、ウイレとかサッカーゲームはやる。でも、勝てないゲームっていうか、下手なゲームは絶対やりたくないみたいな。俺が PUBG とか APEX とかハマってるじゃん。俺は別に、上手くなくても楽しければやるんだけど、やってみてってめっちゃおもろいからって、絶対やらない。絶対やらない。で他のなんかパーティーゲームとかいいんだけど、ちょっとガチっぽいやつで自分が多分うまくできないだろうなっていうのは絶対ない。そんぐらい悔しがりで、俺は勝つ、その眉毛家さんが勝ち続けてきたところを見てきたけど、いつだっけな、ウイレ2020かなのアジア大会かなんかで、その2年前ぐらいにアジア大会、アジア世界大会のその年なんかあって、それに出てて、その年の世界大会はなんかアジアラウンド、ヨーロッパラウンド、南米ラウンドみたいな感じで、こうポイントを重ねていくツアーみたいな、その都度予選があって、でそのポイントで最終的にはあのグランドファイナルみたいなのが出るっていうのがあって、その年、次の年かな、アジア大会が普通にあって、その時は普通のなんか毎年ね、なんか選出方法とか違うんだけど、アジア代表、ヨーロッパ代表、なんか南米代表とかで勝った人が世界大会行くみたいなシステムの時に、なんかね、アジア大会でなんかインドネシアのね少年に負けるのよ、眉毛家さんが。マジで強いの、そのインドネシアの少年、もう世界でトップ取るんじゃないかぐらいの、もうすごい位置にいる人なんだけど、眉毛家さん負けちゃって、でそれがその負けた年の1年前ぐらいに、そのインドネシアの少年は強えみたいな、俺名前忘れちゃったんだけど、あ、何だったっけ、忘れちゃったけど、こいつ強いなってなって、で実際眉毛家さんはその人と戦いたいと思ってて、アジア大会で決勝で負けて、もうね、なんかみんながね、俺はだからこれどうしようかなって思ってさ、俺見に行ってたんだけど、これどうしようかなって思ってさ、なんかまあとりあえずね、負けた瞬間に、俺は眉毛家さんと来てたから、なんか声かけなきゃいけないわけじゃん。本音で言うと、もう早く帰りたいっていうか、何したらいいか分かんないから、このまますっと帰ろうかなとか思ったんだけど、まあ、そんなことはできないじゃん。だから声かけなきゃいけないと思ってたんだけど、こんなさ、もうほんと、もう燃え尽きたみたいな感じで、床にへたって座り込んでんの。こうやって。それを見た時にさ、俺はちょっともうなんか何を言っても軽くなっちゃうなと思って、お前にこの気持ちが分かるかって思われそうだから、声かけられなかった。で俺にできることは何だろうってその時思って、ずっとそのへこんでる眉毛家さんをずっと遠目からスマホで盗撮するっていう、でいつかこの相手に勝ったりとか世界大会でもっと納得できる成績を収めた時に、こんなこともあったねと、今はね、こんな今のこの自分の恥ずかしい姿を撮られるっていうのは嫌かもしれないけど、それがこういい思い出になるようにな、こう時が来てほしいと、その時になんかこう、これもいい思い出だねと思えるような
瞬間になるようにと思ってずっと盗撮してた。でもすごい、なんていうの、そうは思いつつ、それはまあ正直眉毛家さんの視点に立って眉毛家さんになんかいいことできないかなっていう感じなの。でも俺本人としてはゲームに負けて、まあアジア大会ですけど、こんなに一生懸命やったんだと、でこんなに悔しがってるんだと、羨ましいとしか思わなかった。それだけの実力があって、それだけの努力をして、で本番もちゃんと本気でやって、なんか納得して負けた、なんて言うんだろう、失敗して負けたって感じじゃなかったのよ。なんか結構出したけどダメだったなみたいな、それがすげえ羨ましかった。だからちょっと美しいというかね、かっこいいと思って写真を撮ってたっていうのもある。そう、俺の気持ち。でもこれをね、いつか、あ、まあ年取った時でもいいし、なんかもっと成し遂げた時に、実はこれ撮ってたんだつ、この時があったから今あるなみたいな感じで言えたらいいなと思って撮ってます。その時にもうほんと好きって思いました。かっこよ、これはかっこよ。もうこんな負けて、こんな悔しがれて、でその負けたことが俺からしたら、俺っていうか日本の人たちからしたらすごいショックだったから、真焼けか負けたみたいな、負けたことがニュースになるって大スターじゃん。よく言われさ、あのスポーツ新聞とかでも、あのホームラン打ってニュースになるやつは二流だみたいな、ね、ホームラン打てなくてニュースになるっていうのが二流みたいな、勝ってニュースになるやつはまだまだ二流、負けてニュースになることが一流の証だみたいな、まさにそれでしょみたいな、でそういう感じで、まあ、かつそういう風に、そういう風な人間です、眉毛家さんは。でまあただね、結構眉毛家さんも不遇で、そんだけね、もう正直ね、世界でもベスト8には必ず入る、オールタイムでベスト8に入るだろうっていう実力の持ち主なんですけど、例えば2年前ぐらいに始まった e フットボールプロっていうコナミの、e フットボール、あ、 e フットボールっていうかウイニングレブンを使ったプロゲーマーのリーグ戦、もうコナミが金払ってる、あれコナミ払ってないか、あのバイエルンとかバルセロナとかパートナークラブが実際に e スポーツの部門を作って、そこに選手を抱えてバルセロナ代表対バイエルン代表みたいな感じでリーグ戦をやるっていうウイレを使ってね、イベントっていうか、もう年間リーグみたいな、うるさいぞ携帯のくせに、あって、プロリーグですよ、言ったら。だらそれも、1年ぐらいやって、まずは最初試験だからっていうので、アジアから呼ばないです。ヨーロッパだけでやる。やっぱ金もかかるからアジアから呼ぶと。で通訳とかも必要だし、みたいな。で、あとは単純に、眉毛家さん一人だと、眉毛家さんはそのスペイン語とか英語とかあんまり喋れないから、そのプロ同士とのコミュニケーションとかも取れない、あのチーム戦とかもあるからね、だから難しいみたいな。でうまくいったら呼ぶからつって言われて、コロナでこんな感じで、でしかもウイニングイレブンの今の界隈、もう配信者っていわゆる数字を集める人たちが、あの情報系とか、まあ、いわゆる雑魚ばっか雑魚が出す動画なわけよ、情報系とか。うまいやつが脚光を浴びる時代じゃないみたいな、あのコミュニティじゃないみたいな。もう APEX とかだと、もうラスさんとかさ、もうトッププレイヤーがすごい数字持ってんじゃん。そういうコミュニティじゃなかったっていう悲しみ。でも実際それ以上の、それ、まあそれぐらいの実績がある人ってことで。まあ長々話してましたけどね。まあそんな感じでね。まあ眉毛家さんももちろん魅力的ですけど、他にもね、いっぱい魅力的な人がいます。もちろん、カールちゃんとか、サクトさんとかもそうだし、エータとかね。エータ、知らないかな、エータって。俺配信、好きな配信者いて。あと、にわかとかね。あと、もう、唐揚げさんとかも、まあ、いっぱいいる。ニックさんとか、パンチョ先生とかね。いっぱいいるのよ。もう、事件、いろんな事件があって。そういうのをね、細かく話していけたらなと思います。まあ、ちょっとね、一発かまそうと思って、ビッグネームの、眉毛家さん出しましたけど。まあ、細かい、やつも実は知らないすごい事件とかもあるんで、こいつ誰だって思ってもサムネイルでね、誰々の動画だよって言って、こいつ誰だってなってもぜひ見ていただけたらと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた、さようなら、パー。